はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼5実況プレイ、今回が第14回目です。よろしくお願いします。はい、本日からこの全日本編が本格的にスタートしていくわけなんですけれども、で僕もこの、動画を撮り始める前に、我が全日本の今集結している選手たちで、僕なりにフォーメーションをちょっと組んでみたんですが、もうこの作業が楽しくて楽しくて、なんせね、今までなかなか使えなかったようなキャラクターまでがね、選べたりとかするんでね、それこそもう頭を悩ましながらね、2、3分トイレにこもってました。トイレにこもってる2、3分の間、メモ帳でいろいろ書いてました。トイレから生まれた先発メンバーをね、これからちょっと皆さんの方にね、お見せしたいなっていうのを思ってるんですけども、このキャプテン翼5の面白いところは、今までのシリーズと違って、なんとスタメンの11人、そしてベンチ入りの、5人かな以外に、ベンチ外っていうような扱いのメンバーも出てくるわけなんですよ。だから全部で16人しか選べない。ただ集まってるメンバーはもう20何人といると、そんな中でこう選手を入れ替えたりとかできるんで、そういう楽しみがね、やっぱこのキャプテン翼5の魅力の一つにもなってんじゃないかなって思いますね。っていうので、ベンチに入れた人、入れなかった人、スタメンに入れた人、入れなかった人、この辺りにね、皆さん注目していただきたいなと思っております。まあ思いっきり僕の趣味が入ってるんですけどね、僕の好みが思いっきり全面的に入ってるんですが、そんな我が全日本対モロッコ戦のスタメンメンバーは、こんな感じになっております。はい、発表します。味方チーム、こちら、この11人です。では順番に紹介していきましょう。へい、ゴールキーパー森崎優造、イエイイエイ。そしてこれね、見た瞬間すっげえ笑っちゃったんですけど、前回の紅白戦、新たなスタンド能力を開花させた森崎くんが、さらに自分自身の能力も開花させました。見てください、判断力 A に上がってます。すごいです、この人、この人の成長力は半端ないです。つい昨日まで B だったんだよ。それがいたったちょっとした紅白戦を経験しただけで判断力が A になっちゃいます。初めて会った時は判断力 C だったもんね。次の試合判断力 S とかなっちゃうんじゃないの。で、もうしまいには無限大とかね、計り知れない判断力になっちゃうんじゃないかっていうぐらい、もうこいつはミラクルだよ。はい、そんな先発のゴールキーパーは、正ゴールキーパーは森崎くん。続いて左サイドバック、高杉慎吾、巨漢でいきますね、巨漢。僕は今までこの全日本編であまりっていうか、もうほとんど高杉くんって使ってこなかったんだけど、このね、アタック27っていうのが非常に魅力的でしたんで、左サイドに高杉くん、左サイドバック、機敏な動きが求められる左サイドバックにこの巨漢をどっしりと据えてみたいと思います。はい、次、はい、右サイドバック、岸田シャーク、シャーク岸田、ゴーゴー頑張れ。めっちゃ趣味入ってます。はい、次センターバック、まこっちゃん、そして次藤組長、おなじみです、この4番5番。続いて6番、マッサオー兄弟片割れ。次7番、沢田ジュリー、本日も信頼できる男です。続いて8番、猿崎、石崎くんです、頑張ってほしいですね。9番エースストライカー三崎太郎、これはね、前パリで経験したことがあるん でその時三崎くんなかなかね頑張ってくれたんでね、三崎くんを、このアジアカップシリーズでのエースストライカーとしてちょっと実験的に使っていきたいと思ってます。そして10番キャプテン松山、似合うね10番が。で11番が和夫くん、こういったメンバーが我が、全日本のスタメンとして輝いております。そしてベンチ入りのメンバーを発表していきたいと思うんですが、はい、ベンチ入りリザーブ
ゴールキーパー中西、浦部、滝、佐野、そして伊沢です。この5名がベンチに入りました。ちなみにベンチ外選手はこんな感じです。はい、小田、志田、セリマチ、パーマ残念でしたね。また次頑張ってね。特にこの人よし、こんな感じですね。で、まあ、チャンスがあればね、佐野くんとか伊沢くんとか使っていきたいと思ってるんですけどね。こんな感じです。はい、じゃあ本日の対戦相手モロッコの情報を聞いていきましょう。ゲームメーカーのドルミーがサイドに開いて、ウイングがセンターフォワードのアブデルカリムに折り返すのがパターンね。もうすごいね、サナイちゃんパターン掴んでんだね。ドルミーがアブデルカリム、ドルミーかアブデルカリムのどちらかをマークしましょう。なるほど、ありがとう。この2人が要注意人物ということですね。でも大丈夫、全日本は何たってもう豪華メンバーです。今日は久々に必殺シュート祭りっていうのを開催できるんじゃないかっていう期待してます。この言葉を口にするのは非常に久しぶりな気がするんですけど今日は必殺シュート祭り、久々の開催、これを楽しんでいきたいと思います。じゃあやってこう、キックオフ。おお、かっこいい、行こう行こうとか言って空回り、行くぜみんな。おお、よっしゃ行くぜ。松山から、じゃあ早速ジュリーに渡そうか。あれ、ジュリーなんで逃げた今、ほいさっさーって感じでスタコラさっさー、ジュリーが逃げ出した。ほらシャーク、ダメか、松山頼む、よし、さすが。ジュリー何してんだ、なんで今逃げた。ちょっと今の気に入らないぞ。じゃあこっち逆サイド、カズオ、よっしゃ。でカズオから一気に美咲くんへ低いパス、シュート、ジャンピングボレー、よし行け美咲、プーどうした美咲、よし猿、よし見したれ、お前がワールドクラスだ、行け山猿バスター、クッキー、美咲がダメなら猿で行く、プー猿何やってんだ猿、おい、さっきから何やってんだみんな、こらしっかりしろなんだ、開始早々ジュリーはなんか松山からのパス受けずになんか前の方に逃げ出すわ、伊崎くんはポスト撫でるわ、なんかサルもポスト撫でちゃうし、ちょっとしっかりこっからしっかりやっていこうぜ。よーし、ナイスマコちゃん。お、なんかすごいロビングシュート、うわー打ってきたよ、舐められてるね。よし、舐め返そうぜ森崎。あ、ごめん、舐め返さないとてもじゃないけどキャッチなんかできないな。パンチ、よし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 、シャーク頼むジュリーに、うん、シャーク取り返せ。あ、カサブランカ、よし猿、ここ大事な気がする。次込もうフレンドリーマッチだけどめっちゃ本気だ。よし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 、ダメだ、1点取るまでなんとなく雰囲気が上がった、1点取れるまで安心しちゃいけない。カズオ、なんかかつてキャプテン翼2でプレイした、どこだっけ、あの最初の試合、シリア戦だっけ、あのシリア戦のような匂いがプンプン漂ってくんだけど。松山、ここはキャプテンにオーバーヘッド頼む、キャプテン、よっしゃ決めろ松山、おい松山、よっ、美咲、このままドリブル入店、イエーイゴールだけどこの豪華メンバーの全日本の初ゴールがドリブルゴールだなんてやべえな、明日のスポーツ新聞の一面が大変なことになりそうだよし、気を取り直そう、頑張ろうぜ。あ、そうだ、立場の兄弟がいるね、我々には立場の兄弟がいる、大丈夫大丈夫、タックル、おし、高杉頼むぜ、タックル、
巨漢えらい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 。よし、高杉は気合が違います。初めてのスタメンだもんね、このキャプテン翼シリーズでは。よし、松山、パス回された。お、これはオフサイド、ラッキー。出た、天然オフサイド。よし、ちょっと1点だけじゃ安心できないな1点だけじゃちょっと安心できないぞ。ドリブル、このままドリブルだ。猿からこっち逆サイド、ここ、よっしゃ。ジェミニア150も減んのこれ。ワンツーリターン、ワンツーだったらどうなるんだ。浮き球とかにしてくれるのかな。あ、してくんないしてくれないのか。じゃあしょうがないな。これは松山、高いパス、うわ取られた。三崎取り返せ、ナイス。これか、ドルミーかっこいいね。ドリブル、うわ取られた。ちょっと強いなモロッコ強いぞ。高杉タックル、なに、きたーって来た、うわ打ってきた。森崎頼むぞ、判断力 A の男、ブロック、うわ危ない危ない、ポスト、うわバカに当たった、よかったよかった。でもまた打ってきたぞ、森崎パンチ、よーし、さすが守護神、ナイス守護神。うーわ、アブデルカリム、こいつか。身構えるブロック、よーし、ナイスキーパー。シャークタックル、よーし、ナイスサーク、ナイスシャーク。楽しいな疲れるけど楽しいな。戦術を防いでください。一番やられて嫌なのは、あの左下、アブデルカリムへのパスかな。じゃあ左下を選ぼう。あ、違った、守れ守れ、うわヘディングか、頼む森崎、うわ危ない、あ危ない、森崎ほんと運がいいなお前、今のシュートもポストか。シュートを防ぐ、うわヒールリフト、うやーヒールリフトからのゴール、かわされた。日本モロッコに点を取られてしまった。うわこれロベルト頭抱えてるだろうなこっそり海外組に電話かけてるかもしれないロベルト、よし、じゃあちょっとジュリーこの辺に出そうとすると逃げるからな、ぴったり出そう。よし、でだ、岬にちょっと待たせよう。で、あ、兄弟オフサイドじゃない、大丈夫これ、ギリギリ低いパス、よし繋がった、よし打とうぜ、スカイラブツインシュート、よし行け、えい久々出たスカイラブツインシュートだ、決めろ兄弟、よーし兄弟ナイスカズオ、よし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 、ナイスゴール、やっとらしい、やっと全日本らしいプレーが出てたぞ。止めろ猿、頑張れ、うわ取れない、岸田、よーし岸田ナイス、シャークめちゃめちゃ優秀だな。じゃあジュリーから、そうだね、じゃあ次は岬で狙っていこう。岬がエリアに入った、高いパスシュート、オーバーヘッド、決めろ岬、頼む、よしよっしゃ決まった、よっしゃナイス、わあちょっと一時はどうなるかと思ったけど一時はどうなるかと思いましたけど、この調子で頑張ろうみんな。3対1、よし沢田と、石崎もタックル、 T&T、 よーし T&T で、マサオ、カズオで、ミサキで、オーバーヘッド、いけミサキ、よし決めろ、
フォースとか美咲ちょっと調子悪いな。あれだよ、あずみちゃんのことばっかり考えてんじゃないの。美咲、そうなんだよ、翼はサッカーに集中するため、ね、心を鬼にして独り身を選んでるんだ。美咲もね、あずみちゃんを連れてくるのいいんだけど、サッカーに、ここはサッカーに集中してくれ。よし、パス、松山、高いパス、キャー取られた。日本のコーナーキック、試合再開。そっか、美咲で軽く6点ぐらい取れると思ったのにな。じゃあここは、あ、イーグルショット見てみたい。いいね、イーグルショットやってみようか。イーグルショット、松山、ここだ、ここで決めるんだ。よーし、瞬殺。よっしゃ、ナイス、オッケー、さすがキャプテンだね。あとは美咲くんだな。さあ、ロスタイム、ロスタイムじゃない、 C ブロック、Cブロック入りました。止めろ、身構える、打ってきた、森崎ブロック、よーし、ナイスキーパー。ここは、ここは1でも守ろう。カット、通すな、頑張れ、サル、よし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 、えらい。お、まこちゃん、まこちゃん、ジュリー、上がれ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 、超上がれ。ここじゃ、ここ低いパス、よーし、ナイスパスだ、ジュリー。ここで使えれば、あ、高いパスか、いいよ、使えればハリケーン、いけー、ハリケーンミキサー、ゴー、よーし、安定感抜群の兄弟群発、ナイス、いいね、兄弟は。さあ、このまんま、このまんま折り返したい。よし、前半終了。日本を果たして逃げ切れるのか。逃げ切ってくれよ。ガンガン追加点狙っていこうぜ。よし、ガッツチェックです。美咲頼むぜ、美咲、後半は。よし、兄弟は心配ない。ここで、カズオとマサオを入れ替えてみよう。カズオとマサオ、入れ替え。こんな感じ。オッケー。試合再開。さあ、来い。さあ、かかって来い。スカイラブタックル。よし、兄ちゃん、行くぜー。3人がかりじゃ、えらい、ガッツ残り4。そしたら、誰に預けようか。シャークで、シャークからジュリー。よっしゃ、頑張るね。デーだ、美咲くんだね。美咲くん、高いパス、よし、シュート、オーバーヘッド、頼むぞ美咲、決めろ、エースらしく決めろ。なーに、弾かれた、弾かれた、くっそー。美咲くんはあれかな、やっぱ信頼ポジの方がいいのかな、拗ねてんのかな。信頼ポジじゃないのみたいな感じに。エースの方が花形だと思うんですけどね。でもまあ美咲くんもね、信頼ポジ歴が長いから、急に違うことをやろうとすると、やっぱちょっとあれかな、調子崩しちゃうのかな。このなんか自頭が自頭がヘディングするみたいな感じの戦術が面白いんですけど、これやってみようか。自頭狙いで、よし、右下、高いパス、自頭シュート、右隅、戻れ、さあ、ガッツ足りない、足りるでしょ、山猿タックル、通すな、よし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 、偉い、ここは大事だったんだよ。
こ突破されちゃうとやばかったんだよな。よし、えらい。で、松山、美咲。ここは、和夫だ、正雄だな。正雄、低いパス。シュート。スカイラブついにシュート。よし、行け。はい。こんな高くなかったな、昔は。なあ、ポスト。今日何回目何回目じゃい。カット。おう、ナイスカット。で、パスだと。マサオ、もう、次やってくれ、次こそ。おう、反則。モロッコピンチ。日本のペナルティーキックだ。よし。よし。これは、イサキくんだ。エースだからね。そして、蹴る方向は、もちろん、右のみかん。右。よっしゃ。やっと決めた。やっと決めてくれた、美咲。ナイスゴールだ。よし、守ろう守ろう。タックル、タックル。ダメか、松山。あ、間違えた。また B 押しちゃった。まあいっか。よし、ナイス。反対側、ジュリーへ。よし、残りガッツは石崎31、美咲14、正雄433。正雄かな。上がれー。ここ、よし、スカイラブツイ。よし、いけー。はい、やけくそー。よし、よっしゃー、やっとらしくなってきたぞ。前半もなんかそんなこと言ってたと思うんだけど。よし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 、なんかなんだかんだ言って圧勝じゃないか。なんだかんだ言って圧勝じゃないか。ほら、7対1だもんね。タックル、そう、高すぎ、通すなよ。えらい、ナイス信号。やるね。よし、ジュリー頑張れよ。どうしようか。9だもんな。ここはまこっちゃん、どこ行った。まこっちゃんに渡してみよう。よし、カミソリシュート。どんなもんかな、いけるか。あ、こぼれちゃった。そうだよな、モロッコのエースが来ちゃったもんね。よっしゃ、よし、カミソリタックル。くらえ。よっしゃ、ナイス。うん、待って、うん、カミ、か、なにこれ、2枚刃カミソリ。やべえ、超使いたいんだけどこれ。なにこれ、2枚刃カミソリって。ちょっと、今こうやってやってたら見えたんですけど、ちょっとこれやりに行こう。オーバーラップ、オーバーラップ。オーバーラップだ。で、こっから、俺のカミソリは2枚刃よ。おお、相田選手、カミソリシュートだ。キーパーバランス崩してる。おお、すげえ。弾かれた。でも面白い面白い。2枚刃だから相手のバランスを崩すんだね。いい技だ。こんな技知らなかったぞ。森崎、ブロック、ヒエーゴール。やっぱね、ディフェンダーはいたずらに上がっちゃいけないんです。ディフェンダーはいたずらに上がっちゃいけないんです。でも、うん、必殺シュート祭りだからね。よし、7対2。こっから負けることはないと信じたい。このゲームは何が起こるかわからないからね。わからないですからね。マサオ、あれ、取られた。高すぎ。うん、ダメか。まこっちゃん、よし、ナイス。まずいまずい。ふんわりパス上げてきた。森崎は身構える。ジトーはなんか技あった。パワーブロック、これやろう。技があるなら技を使う。おお、かっこいい。なんか原作っぽい、原作っぽい技だったな。だけど取ったのいいんだけど、すぐ敵が来ちゃったよ。
これパス出そうとすると敵に何ていうのブロックされて、その反動でボールがそのままゴールインみたいなことってないかな、大丈夫かな。とりあえずパス、ギャー取られた。こうなると思ったんだよ森崎。じゃあドリブルを止めろ。あっさりあっさり。まあしょうがないな。でもな、海外組がいないとはいえ守備に関してはほとんどレギュラーメンバーが揃ってるからな。それで7対3か。来た、ドリブル抜け、よっしゃ。岬111、この辺高いパス、よし。岬くん、普通のシュート右隅、うわ強い。シャーク、誰か、うわ森崎身構える、ブロック、よしナイスブロック、よし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 。シャーク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 、いや、ここはやっぱ美咲くんで行きたいんだけど、美咲くんのガッツがないんだよな。どうしようか、一旦サイドへで183、49、猿が196だもんな、もうちょい、猿が200になるまで199。日本のスローイン、猿で一発打ちますと思ったら猿が投げるのか。噛み合ってない。猿、ウプネシは猿でシュートを打ちたかったんだけどな、球投げてる場合じゃないよ。それはしょうがないか。たくさん集まってるね、ゴール前に。松山、奪われた。そしてカウンター食らってる、高すぎ、うわドフリーでボレーか、うわ危ねえ、ポストよし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 、えらい、えらすぎる。ここ超ロングパス、ピンポイント通った、うわータイムアップ、モロッコを大差で下しました。この遠征でチームとして一つになれそうですね。いい形になってきました。本当は？そう見えた？やっぱり？うん。やっぱね、海外組がいなくても、やっぱ黄金世代中心のね、全日本、強いですよ。なんてね。これでブラジルから新田と美杉が戻ってくれば、ところがそうはいかない。お、くんくん、もう視察は終わったのか。ちょっと待って、左端に見えんの、左端にいるのロベルト、ヒゲを蓄えた翼ママとかじゃないよね。なんか似てるんだよなあの二人。なんだって、ブラジルのリーグ戦が終わるまで視察するつもりでしたが、急いで合流しなくてはいけなくなりました。新田が日本代表には入らないと。ワールドトーナメントには別のチームから出る、彼はそう言っていました。僕も説得したんですがダメでした。なぜなんだ、 Tell me why、 ちゃんとそこまで調べてこい、クンクン。と言いたげだな片桐さんは。なんだって、新田は驚くべき成長を遂げていました。ある人のコーチを受けて大きく力を伸ばしたんです。これあれだよね、その同じコーチに、その同じコーチを森崎くんにちょっとつけてみたいよね。どうなってしまうのか。そのコーチというのは元サンパウロ FC 監督の、読めなかった、お、ジョアン監督。あ、ロベルト、なんか下向いちゃった。
ロベルトが怪我で引退した後一切の仕事を断り、サッカー界から引いたと聞いていたが、よしブラジルへ行く、私が説得してくる。おロベルト自ら、ロベルトは見過ぎに後を任せ飛んでったロベルト早いな。お翼に続くサンパウロの日本人エース、新田、スピード、テクニック、パワー、すごい成長、すべてが別人のようにレベルアップしている。新田、おロベルトさん、しばらく見ない間に随分腕を上げたな。はっはー、わざわざ僕を説得しに来たんですね。悪いけど無駄ですよ、僕は代表には入りません。ワールドトーナメントに備えたいんでね。お出た、試してみたいんですよ、翼たんと僕とどっちが上かをね。噛みやがった大事なところ噛みやがったよ、このオープン主。はい、ということで、フレンドリーマッチ、ジャパン VS ガーナ、コンカンキンコン、レベルアップありがとう、さなえちゃん。はい、ということで、ロベルトはブラジルに行ったまんまなのかい？あとは見過ぎに任したみたいなこと言ったけど、こっちとしては見過ぎを普通にスタメンに使いたいんだけど、監督あれだよね、代行だったらそういうわけにいかないですもんね。困ったね、新田はどんなに説得しても来ないと思うよ。はい、ということで、なんとか無事大差でモロッコを下しまして、貫禄のね、次はガーナとの対戦になりますね。何の不安もありません、順風満帆でございます。次回もそんな全日本の順風満帆な試合を皆様にお見せしたいと思ってますんで、もしもお時間がありましたら、ぜひまた、遊びに来てください。よろしくです。それではまたね、さようなら。